ぺさんって俺じゃん。あ、そっか。あんまりないよ。完成したパンフレット。そこにはディケイドの名の通り、ガゼットの10年が詰まっている。これ今までの日程ですね。いろんなとこでやってきたなっていう。日程が厳しいですね。これ本数が多いですね。多いですね。まあでもこの気持ちはなれ、あの忘れたくないっていうのありますけど、ね、それ何のページなんですか。これあのいろんな過去の、過去も今もですけど、まあ、関係者の方たちのありがたいお言葉ずらずらっとあるんですけど、なんか懐かしいっていうところと、あ、なんか本人たちですらこう忘れてることを覚えててくれたりとか、ちょっとこう歴史ですよね。ちょっとしたガゼットの辞典みたいな、うん、節目をきっかけに振り返るのはメンバーだけではなく、ファンもスタッフも同じ。改めてそのことに気づく。降り続いた雨は上がっていた。バレちゃうね。堂々と見たいけど。この日はステージをより楽しんでもらうためのホールスタンディング。15,000人のファンが幕張メッセに集まる。ステージが始まる。反骨精神っていうんですか、なんかまあそういったものを常にみんな持っているので、でもそれがも、それを持てるっていうのは、やっぱり自分たちのように自信があるんで。この10年間でもういろんな周りのガゼットのイメージとかも、
自分の中でのイメージとかも全部こう洗い落とされて、でこの10年目からやっとこうナチュラルに活動できていけそうだなってこう実感した。別の次元に行きたいっていう感じがあります。その、まあ、ビジュアル系なんだけども、やっぱその中でもこうくくれない存在っていうか、それはやっぱしなりたいなって思ってます。長くガゼットっていうのをやりたいし、もっといろんなもの作れると思うし、うん、もっと刺激的なライブできると思うし、自分もやっぱりガゼットのファンだし、うん、どういうことができたのっていうのはすごく楽しみですね。やっぱ10年経って一個またスタート地点に立って、また始めれるなっていう、ちょうどよくそういう節目に来たのかなっていう感じがしますよね。なんかようやくこうガゼットとしてこうまた再スタートできるというかっていう気持ちが強い。
過ぎちゃうから待ち時間を抜いて誰かに頼ることも大事です。傷ついて泣きたい時も大空に向かって踊らない叫んでみて。 Don't want to forget to myself I want to do me as I am Don't want to forget to myself I want to do me as I am Don't want to forget to myself I want to do me as I am Don't want to forget to myself I want to be決心が逆につきましたよ。